生誕地のコレーンスプラートにある共造羽田に段々、公園に設置されたデレーケの銅像、養老産地の羽田にの巨石積み園庭の建設計画などに携わった。ヨハニス・デレーケは、オランダの土木技師。ヨハネス・デレーケ、ヨハネスイ、デレーケ、ヨハニス・デレーケとも、いわゆる親とい外国人として、日本に招兵され、河川改修や砂防工事の基礎を築いたことから、 治水の恩人あるいは近代砂防の祖と称される。日本の土木事業、特に河川改修や砂防における功績から、日本の農林水産省ウェブサイトに土木士の偉人の一人として取り上げられている。デレー家は7人兄弟の3人目として、オランダのコレーンスプラートに生まれる。剣業農家である、築庭職人の息子として育ち、オランダ内無償技官での水理学者である、 ヤコーブス・レブレットに出会ったことで土木の技術者としての道を歩み始めた。子供のいなかった、レブレットは最初の教え子でもあったデレイ家に数学や力学や推理学など土木工学に関する学問を教え、その勤勉な姿勢を大変に可愛がったという。1873年、明治政府による海外の学問や技術の国内導入制度によって、 内務省土木局に招かれ、大学でもエリートだった GAS セルラと共に来日した。エッセルは一等講師、デレー家は四等講師として偶せられ、淀川の改修や三国港の改修などに関わり、エッセルは主に設計を、デレー家は思考や管理を中心に担当した。後にファンドールンやエッセルの後任として内務省の土木技術の助言者や技術指導者として、 現場を指揮することになる。反乱を繰り返す河川を収めるため、放水路や分流の工事を行うだけでなく、根本的な予防策として、水源産地における砂防や地産の工事を体系づけ、また、全国の港湾の建築計画を立てた。特に、基礎川の下流三河分流計画には10年にわたり、新血を注ぎ成功させた。基礎山線分流計画に関して、 当初、二川分流しか考えていない、木曽川の土砂対策に重きを置いた木曽川とながら意味に分ければよいと考えていたが、片野万江門という老人の三河分流案の震源に感動し、三河分流に踏み切ったという。日本中の現場にも広く、足を伸ばし技術指導や助言も行っている。これらの業績は高く評価され、1891年。 現代の内務省事務次官に近い内務省直、民間技術顧問の扱いになる。これは、天皇から任命を受けた内務大臣の技術顧問、相談役という立場である。建設事業の竣行において、事業関係者は、招待されたり、記念碑に連名されるのが慣例とされているが、デレー家は関連した全土木工事において一度も、 招待を受けたことがなく、連盟の記念碑もない。これは、親とい外国人はあくまでも裏方であり、任務は調査と報告書提出のみであって、それを決定し遂行するのは、日本側である、という事情の現れとされている。後に、高科大学校をはじめ、欧米諸国の大学で、水文学をはじめとする高等教育を受けた。 内務省土木局の日本人技術者が台頭したことにより、徐々に活躍の場を失うも、内務省直人間技術顧問としての責務を全うした。都合30年以上日本に滞在し、1903年に離日。在日中に提出した報告書は57編に上り、二度受訓され、帰国にあたっても日本の土木の基礎を築いたとして、 さらに君に東水報省を授与された。現在の価格にして4億円相当とされる退職金が支給され、当時の上官で内務省土木局長だった古市君たけら高級官僚によるねぎらいもあったとされる。内務省退官後、数年間はオランダに帰京し駅を養った。間もなくオランダ政府代表として、 中国の上海の候補校の改修事業の議事長として現地に赴く。辣腕を振るうことになるが、建設系事業者、コンサルタントを詐称する、春節系専門業者などのいい加減さや、中国政府の溝の混迷による事業費問題、ドイツやイギリスの政府及び、報道機関への対応の苦慮などによる辛労が重なったという。1911年、 義士朝食を辞職。同年1月17日に、オランダ志士勲章の騎士章が贈られ、名実ともに、貴族の仲間入りを果たすことになった。この爵位は、オランダ政府代表として、候補校改修事業の義士長を務めた功績によるものとされる。また、ベルギーより、レオポルド勲章も贈られており、2年後の1913年、母国オランダのアムステルダムにて死去する。 デレエ家が指導や建設した砂防ダムや防波堤は100年以上経過した現在でも日本各所に現存している。育ちチンょの手法を日本に伝えた。1998年にはデレエ家の孫が来日し、基礎川などを視察し話題になった。2000年は日蘭交流400周年にあたり、その記念事業としてデレエ家記念シンポジウム文明を支えるもの日蘭の 厳しい国土条件と社会基盤が開催され、デレーケとエッセールの子孫が共にゲストとして参加した。日本の川を見てその流れの激しさに驚き、これは川ではない。滝だと述べたという逸話が知られているが、これに関してはなど諸説あり、実際の発言にどの程度即したものかは半然としない状態になっていた。しかし、2020年になって、 当発言は、デレー家によるものではなく、別のオランダ人技士ローエンホルスト・ムルデルの発言かつ、川は、上岩寺川ではなく早月川を指していたことが、富山県会議事録で裏付けられた。三宅雅子、乱竜を原作に、題名を、水の花として、磯村緑が企画、主演、主な配役に、石橋正嗣、ヨハネス・デレー家に、沖田工事で上演された。 ありがとうございます。